メみたいな街で俺たちは出会った。ここはクソみたいな連中がクソみたいな生き方をしている。いつの間にか一緒にいて、どんな時も一緒にいた。俺たちは家族だった。クソみたいな街で大人たちはみんな盗人か人殺し、ガキどもはみんな野良犬。ゴミだめみたいな街で俺たちは出会った。いつもどこでも皆たった一人でここへ来て、家族を求めて身を寄せ合った。この街はそんなガキどもが生きるには少しばかりきつい場所だった。そんな生活から抜け出すには手段は一つしかなかった。いつもどこでも何になるんだ。